始めたきっかけっていうのは本当に偶然で、20年前になるんですけど、僕の叔父が秋田県に住んでるんですけど、その叔父の住んでる町でたまたまそういう砂のアートのイベントをやろうっていうことになって、で当時僕ここの大学の3年だったので、3年で彫刻勉強してたので、誰も彫刻なんかできないからちょっと手伝ってくれって言われたのがきっかけです。まあ子供の時から絵を描くよりも粘土で何か作る方が好きだったんですよね。でちっちゃい時からまあ立体の方が興味があって、高校2年の時にまあ進路を決めなきゃいけないじゃないですか。まあその時にまあ僕は美術しか成績が良くなくて、で僕らみたいなやつは美大っていうところに行くしかないんじゃないかと友達に言われて、でそこで僕は初めて美大っていう存在を知って、いろんな科があるっていうので、まあ、自分だったら彫刻家だろうと。やっぱりそれまで その中学だとか高校だとかとは全く違っていて、なんて自由なんだろうと。もう先生から何から本当に自由で、まあ、作品だけを作るっていう、いやなんかすごいところに来たなと思いました。とにかく周りの人のレベルがもうみんなすごく高くて、学生とはいえもう皆さんもプロみたいな感じだったので、まだ20代前半でこういうなんていうんですか、高い意識を持ってやってるっていうのがちょっと驚きましたね。もう毎日そういう人たちに囲まれて、そういう人が作品作ったりしてるのを見て、矢をなしに自分も高められるというか、それがスタンダードになってくるっていう、そういう意味で非常にこう大事な基礎を作っていただいたのかなと思います。あ、学食行ってましたね。まあ、あの有名なね、オーラ食堂っていうのがあの美術学部の方にあるんですけど、来て食べてましたね。こういうのにしたのかな。この当時ですね。これは裏側ね。ここにトイレがあって、中はこんな感じ。ああ、そうですね。こっちが喫茶室で、こっちが食堂。アールデコでこういう豪天井で、ちょっとねこっちはこっちでなんか残しておいてほしかった感じですね。でもほら美術館の設置の建設が、まあね、急に決まって、うん、僕は卒業する直前ぐらいから工事始めた感じでしたね。じゃあバタ丼。はい、お待ちどうさま。唐辛子かけました。はい、ありがとうございます。僕これは本当結構好きで、たまに家で真似して未だにやりますね。うん、僕はもうずっと前からの目標なんですけど、やっぱり首都圏だとか大きな都市で、まあ、その僕が海外で出てるような大規模なイベントをやりたいなっていうのはずっと思ってますね。僕が出た大会は14カ国から20名参加でした。あ、何人かはあのいろんなイベントで会ったりしてる人がいるんで、久しぶりっていう感じで、はい、まあ、基本は一緒ですね。やっぱり上から作っていかなきゃいけないですし、使う道具とかもまあ大体似たような道具が多いですね。だこれ全部海外で手に入れたやつで、あとはその他の国から来る作家さんがくれるというか、あのサッカーのユニフォーム交換じゃないですけど、イベント終わったらこれやるよみたいな。それはもう毎回やりますね。まあ、よく聞かれるんですよ、あの壊すの悲しいんじゃないかとか。でも実は僕はあんまりそういうのなくてですね、まあその砂を一回作ったものを壊して、また次の年同じ砂でまた違う新しい作品を作るので、その時その場所でしか見れない、なんかそれがサンドアートの魅力なのかなと思ってますね。